旅立ちの一歩を踏み出し、歩みを進める。その道を進む最中、いくつかの闇が俺に語りかけてきた。いや、具体的な言葉はなかったかもしれない。自分の心の奥底にある感情を揺さぶるのに近かった。心の中で具現化された感情は、逆流するかのように言葉として脳裏に浮かぶ。それは人の心の闇。誰かの感情？自分の経験ではない。憎悪、嫉妬、この時は分からなかったが、これはこの先俺が出会う人々の感情。中には俺に向けられる感情もあった。自分はこれほどの感情を受け止めきれるのか。人の闇を、心を。俺の心に何かが芽生え始めたのはこの時からだったと思う。闇の回廊、この道を通り続ければ人の心はやがて闇に染まる。そのことを教わったのはそれからそんなに先のことじゃなかった。少なくとも闇であろうが、感情があるのなら心を感じることはできる。しかし闇よりも異質で底知れぬ恐怖、虚無を知るのはまだ先のことだった。